橋本市長の平木でございます。本市の新型コロナウイルスワクチン接種について市民の皆様にお知らせします。65歳以上の皆様のワクチン接種は5月17日の開始を予定しておりますが、すでに新聞等で報道されている通り、県下30市町村においても最も遅い接種開始日となっております。今回のワクチン接種については、橋本市、桂木町、工藤山町、高野町を一つの医療圏域として、糸医師会、橋本保健所と協議を重ねてまいりました。市内37の医療機関にご協力いただけることとなり、1週間あたり約2500回の接種を見込んでいます。一方で、ワクチンの入荷については、国の配分スケジュールに基づき、5月の第2週中に1週間分の接種必要量が賄える3900回分を用意できることとなりました。これにより、5月14日から各医療機関に配送し、5月17日から接種を開始できる運びとなっております。ワクチン接種に従事していただく橋本保健所管内の医療従事者への接種につきましては、5月17日までに2回目の接種がほぼ完了することとなっております。接種に従事していただく方の安全を確保した上で、市民の皆様に安心してワクチン接種を受けていただくことができると考えております。接種開始は少し遅くなりましたが、高齢者の皆様をはじめ、ワクチン接種を希望されるすべての皆様が、安全に、そして公平に接種を受けていただくことができるよう、市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。ここ数日、京阪神地域において、新型コロナウイルス感染症の感染が、急速に拡大しており、岡山県においても1日の感染者数が日ごとに過去最多を更新している状況です。中でもこの地域に通勤・通学などで移動・滞在する機会の多い紀北地域における感染者数の増加が著しいことから、4月14日、和歌山県知事より紀北地域の住民に対して不要不急の外出を自粛するよう協力要請が出されました。市民の皆様におかれましては、感染のリスクを最大限に抑えるため、今一度感染防止策を徹底していただき、一人一人が自分自身や家族を守るための行動をとっていただきますようお願い申し上げます。